ハップル宇宙望遠鏡次に挙げるのは観測する、電磁波の波長ごとに分けて分類した、宇宙望遠鏡の一覧である。ガンマ線、X 線、複数の領域にまたがる能力を持つ、望遠鏡は両方に掲載した。陽子や電子などの宇宙線、重力波観測用の望遠鏡も挙げてある。ただし宇宙探査機については、宇宙探査機の一覧で取り扱うためここでは、 取り扱わない。軌道の欄は地球を周回している宇宙望遠鏡については近地点、遠地点の距離を記した。リサージュ軌道を回っている宇宙望遠鏡についてはラグラン受点位置を記した。ガンマ線天文学を参照ガンマ線望遠鏡は天体から来るガンマ線を観測する望遠鏡である。ガンマ線は大気に吸収されてしまうため。 地上での観測は極めて困難である。そのため、昔は気球を使って観測したりした。ガンマ線望遠鏡は超新星、中性子星、パルサー、ブラックホールなど、高エネルギーを持つ天体の観測に役立つ。X 線天文学及び、X 線観測衛星を参照。X 線望遠鏡は、X 線、つまり高エネルギーの光子を観測する望遠鏡である。 X 線も大気を通過しにくいので、空高くか、あるいは宇宙でしか観測できない。X 線を放射する天体の種類は多く、銀河団、活動銀河中心のブラックホール、超新星、恒星などが挙げられる。連星の内白色矮星、中星子星、ブラックホールを含むものからも X 線が放射される。X 線は太陽系の天体からも放射されており、特に月は、 太陽から来た X 線を強く反射している。また宇宙 X 線背景放射と呼ばれる弱くてが光源がはっきりしない X 線も観測される。紫外線天文学を参照紫外線望遠鏡は紫外線、すなわち8100から3200オングストロームの光を観測できる。紫外線もガンマ線や X 線ほどではないが地表に届きにくく観測には 高所望遠鏡あるいは宇宙望遠鏡を使うのが好ましい。紫外線を放射する天体は太陽などの恒星銀河などである。W, visible, light, アストロノミーを参照いわゆる普通の望遠鏡である。波長400ナノメートルから700ナノメートルの光を観測できる。宇宙に可視光望遠鏡を置く理由は大気による画像の揺らぎを防ぐためであり。 シーイングを向上させることにある。宇宙望遠鏡を使えば画像が鮮明になる。恒星銀河、惑星上星雲、原始惑星系円盤など様々な天体の観察に使われる。赤外線天文学を参照赤外線は、可視光線よりもエネルギーが低く、冷たい物体からも放出される。そのため、褐色外星、星雲、 赤方辺映している銀河などの観測に向いている。電波天文学を参照マイクロ波は微弱なため、マイクロ波宇宙望遠鏡には大きなアンテナがついている。宇宙マイクロ波背景放射、スニア f ゼルドビッチ効果、銀河からの放射光や制動放射の観測に便利である。電波天文学よび電波天文衛星を参照地上には通信用の電波が飛び交っているため、 天体からの電波を宇宙望遠鏡で観測することも多い。宇宙望遠鏡でも地上の望遠鏡と同じく超長期線電波、干渉法を使って観測することが多い。天体からの電波を観測することで超新星、重力レンズ効果、スターバースト銀河などを調べることができる。宇宙船や電子などの素粒子を宇宙望遠鏡で観察することもある。 太陽からの太陽エネルギー粒子線や銀河系から来る素粒子の観測に使われる。活動銀河からの超高エネルギー宇宙線を観測するのにも便利である。重力波を観測するための宇宙望遠鏡も提案されている。中性子星やブラックホールからの重力波を観測する。ありがとうございます。